小室方から駅を望む。背景は、八ヶ岳八千穂駅は、長野県南佐久郡佐久保町大穴保住にある、東日本旅客鉄道小海線の駅である、単式ホーム一面一線を持つ地上駅。かつては相対式ホーム二面二線であったが、無線式列車制御システム導入に合わせて、上り線ホームが廃止されたため、現在は、 旧下り線ホームに両方向の列車が発着する。側線が一本あり、保線機械などの留置が行われることがある。簡易委託駅で、作保町が窓口業務を自宅する。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は64人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。旧八穂村の中心で、駅東側に、旧村役場、 小中学校などがある。駅の東側はすぐに千曲川の貸し段級で、この高度差を利用して、駅南側には東京電力の保住発電所がある。選挙区バスハック線が駅前に乗り入れる。運行は5月から10月の土休日を中心とした季節運行。臨時快速、ハイレール1375の隣の停車駅については、 ハイレール1375参照のこと、ありがとうございます。